どうもシャペンです。今回は聖徳太子、まあこれがね聖徳太子関連だったんで鳥獣で来ると思ったら早くも属性限定実装されましたね。で今回はなんと徳玉、まあ今お得ベストやってますけども、昨日今日とやっているともう10連引けちゃうっていう、なかなかっすよね。まあまずはこっから攻めていく。普通に聖徳太子以外もねやっぱ火属性強いんで通常キャラクターも当たり狙いますし、あと僕はこの方が確実今回さすがに今日射止められるはず。いいよこれで、でも割と多くの人をこれでやりそうっすね。いけ超必殺アスカ文化アタック、確定にそれなんないかな属性限定絡めないか。いいんだよ出て、もうそんなお遊びいらん。うん日向、まあ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 無料で日向もらいましたね、ありがとう。もう重心構え可愛い。まあこっからなんですよ正直正面は出ると思ってなかった。まあまあ情の口情の口、まあとりあえず今ある分かな、これだけ引いたら撤退しよう。多分来週ちょっと怖いし、うん、なんで力入れるとダメなんですけど。アスカムンカアタックこれで避けるっていう、そんな詳しくないんだよなギャグ番組より。マジオトマットの素材になってることぐらいしかわかんない大使。はいはい、いいよいいね、調子はいい、ナイス。岩通し龍馬シンデレラみんな強い。でもでもキュッ、まあ今これキュイン来られてもまた構えると聖徳太子迷うからっていう、毎回ねこのトラのタヌキの川残業をしてるんですけど、来いよもういいよ太子アタックあの重心がか近そうだな、もうあの来年のバレンタインとかかな。まあまあまあここもね全然控えてますからね。何体目だこれあれちょっとねそこだ、なんで一番偏ってるところに偏りすごくない。まあ元劇中ってのがあるか、ワルプルと小町に関してははい、もうあと本当に複数いらんな、止まってくれ。よし何パーか分かんないけど今で完全にあれずれたもんね。これ避けられたでしょ、避けられたってことは聖徳太子ですよ、背中痛くなるから来い。正直これ構えるも構えるもくれ、もうね真剣しがちゃで圧倒す。おり何これ、お強い、しかも最後もうせめて止まってよ、ワクワクしたかったのに。ムクロ、まあ、ムクロワンチャンこれ、あー違うわワープ剣速化は怪しかったけどってことか。そうね大し本当にタイミングが裏近畿なんだよな。でもすごいな今日率はいいっすね。リンツー圧倒す、フルワン、いやワルプルもムクロも引けるんだったら大しか構える出してよ属性限定結局引けてないんだよな。まあそんなに引いてないってこともあるんですけど、ピリカもルナもアンドロメダ持っていない。所詮きついな本当、軽い気持ちじゃ出てくれん気するもん。もうお皿がもうサーラもういつ構える手に入んの僕そっちの方がちょっと悲しくなってきた。天使であんなに避けられたから頼くれくれくれ、せめてどっちかちょっとどっちも出なかったら今回追加もありえるぞ、悔しい。もうわー誰だっけ犬小文吾だっけ、犬山どうせつかこれなんか仕事あったっけな。あ、ダメオブロックのどっか。まあ、ここもちょっと怪しいですけどね。ええー、ぜー。もうやっぱり絶対今回は得玉で止めた方がいいっすね。マジでね、オーブ入れてくるとこれちょっと、ぬかるみにはまっていく。レッドスターズなんで引いて出てねえんだろう。年末の100連を未だに覚えてるんですけど。あれ、ムクロ出したからいいとはいえ。
ネオが実装される前に。そんな思い出回しはいいんだ。今、今を生きろ。いや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 い。やいし。結構僕、友情コンボで暴れてるキャラクター聞けなかったんですけど、トゥーフォーとか。今回一番ハマってる気がすんな。トゥーフォー、弾いてる回数も増えてるし。昔そんな弾けてない時にハマってたけど、トゥーフォー。あれも半年くらいやったかな。ほんと1年経過しちゃうよ。僕一生構えで手に入んないかもしんないな。サブアカにいんのに。サブアカにいるからか。うわぁじゃあ年末に早く出てくれ。年末にじゃあ100連目で出ないでよ。今こんなにポンポン出るんだったら。サンゴも。サンちゃん。やば。こっち、さん、艦隊組めんなら構えるの方で。構えるも全盛期でもないからまだ強いからな。全然使いたいとこあるし。お久々ここ気づいたわ。パチパチ。ドライアイ。いけもう向こうやめてくれ向こうで出たらもう本当に。いや、向こう好きな性能なんですけどね。今はじゃない。今ではないんだ。いやー、だから、ワオニマル。せめて止まってドキドキしたいんですけどね。最後の最後に、ここで止まるっていう時に、スッて割れるんで、もう。すぐに心が、まあ、ここも重心化控えてるから、いいんですけどね。ワンチャン今年、まだフラパで一緒のことはしないか。正直、新天使5体よりも、ちょっと知名度は低いですからね。ここ。ここです。パーパン！あ、ぜ、なれなれ！くそ。もういい。もうお笑いいらない。な今日なんだよ。誰じゃねえ。ワルプルだけど。なんですか？あ、でも最後か。ちょっと待って、これ、スタッと引いちゃった。もう。きょい。これ、なるはずだ。料理作ってて。じゃあもうガリレオ、ガリレオ、もう。無理だわ。まあ、まだね、全然。諦めです。五輪中。はい、ということで今回のレッドスターズは、まあ、無料10連だったんで、ちょっと心の片隅で、ただで聖徳太子とかワンチャンカマエルも狙いんじゃないかワクワクしてたんですけども、まあそんなものはなく、そっからの課金でも出ず、結局カマエルすらも出ない。なんで新天使の時に引けなかったかな。そこしかなかったんだろうな、もう。しかも聖徳太子も、結構割と僕の流れ的にね、新限定出るのにカマエル出ないんかいってことはあったんですけど、今回新限定すらも出なかった。今回の収穫は鬼丸2体とワルプル2体。あ、ま、ムクロ2体か。ムクロ2、鬼丸1、ワルプル2。ってことで、皆さんは、まあ、ちょっと聖徳太子怪しいですけど、28。まあ、基本的にはちょっと我慢というかね。まだ確定してないんでね。ムソログスキーの件もありますし。確定してから、することまで今回、ガチャ長いですからね。やるんで、慎重に引いていきましょう。ということで、よかったらコメントなんか皆さんのガチャ結果お待ちしております。まあ、僕いい引きしてるんで、いつもらったら、今回はね、反撃の時ですけど皆さん、どんどん自慢してください。あと、ついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーション下がります。よろしくお願いします。あ、間に合わない。さよなら。